どうも、ジャパンマシャンのケイシャンネル。さあ、今回は、ヒラだぜや。どうも皆さん、こんにちは。早稲田語学塾代表のヒラです。よろしくお願いいたします。森哲ちゃん、はい、ついに出来上がりましたね。そうですね。森哲イングリッシュパーカーが出来上がりました。森哲イングリッシュパーカーって言うんだ。そう。フリーですよ、英語では。フリー。こう、かっこいいっすね、やっぱりね。この感じね。はい、うん。なんか書いてある365日パーカーしか着ない男。そうでもないですけどね。いやパーカーしか着ない。 T シャツの動画も出てるけど、はい、僕パーカーか、はい、あるいは上パーカー着て下履いてないみたいなのしか見たことないですね。そんなの危ないわ、うん、さあで、はい、今回なんですけども、うん、これができたということで、できました、はい。今回ですね、まあこのデザインでこう作っていったんですけれども、はい、まあこのパーカーの特徴として、まずですね、皆さんにまあお伝えしたい点としましては、まあまず胸にね、森哲イングリッシュチャンネルのね、このパーカーには文字のデザインが入ってるわけなんですけれども、はい、であとは腕のサイドにですね、森哲ちゃんがいつもサイン書くときにはね、こう一緒に添えて書くね、このあなたの好きな言葉、キペラップ、ね、キエルアップ、そう、それをあの入れてあります。はい、要はみんなと入試問題とかをさ、こう自宅で赤本とか過去問解いたり問題集解いたりするときは、やっぱり当たり前ですけど手で書くじゃないですか。はい、手が止まりそうな時、気持ちが折れそうな時に、こうなんか森哲がついてるみたいな感じの、ああこう見るってことね。そういうイメージでなんかこうね、こう皆さんにこう心がこもればいいなというところで。じゃあ受験会場に来ていけないやつだ。受験会場には多分止められるかもしれないですね。英語書いてあるから。そうですね。まあ皆さんのこう勉強中のね、なんか一つのお洋服になればいいんじゃないかなと思っております。今回業者とある程度打ち合わせをする中で、やっぱまあ森田先生といえば、やっぱこのカリンコリンなね、こうスタイルが一つ。カリンコリンって。あの褒めてるの。聞いたことないわ。まあ。特徴だったりするんですけれども、そう、うん、ね、で、まあ、ちょっとこうパーカーにも少しこう絞りを入れたりとかして、あと森田先生にもちょっと来てもらって、首周りをもう少しとかリブ周りをもう少しみたいなこう注文とかでこうやや微調整をして、でも細いものなんだ。じゃあそうなんです。だから割とこうその感じでね作ったんで、結構まあ森田先生が一番カンファタブルに着れるパーカーを作ったっていうのが一つ今回のテーマになりましたね。パーカー車をボケわからないですね。サンダーバードです。はい、あ、そしてでもサイズどうなってるんですか。うん、サイズはですね、 M、L、XL の、まあ、基本的にはこの3つの展開、まあ、このね、あの動画を話している、時点からちょっとこう、まあ、もう一個あの我々の判断ではもしかすると、まあ、XXL とかも作るかもしれないし、 S も出すかもしれないんですけれども、まあ、森哲のせいで割と細身には作られているので、 M って女性でも着れる。 M は女性モデルです。このね概要欄に貼ってあるんですけれども、基本的にこう M サイズは割と女性向けかなという印象ですね。あのベースのサイトのこう販売のところにこう女性スタッフにな、うちの割とこう細身な女性スタッフにこう着させてるあの写真もつけてあるんですけれども、あれが M サイズなんで、割と女性は M サイズがいいかなというふうに思いますね。じゃあちょっと XL を着てる人に登場、XL、大男に登場してもらいましょうよ。ちょっと楽しそうに、おお、XL ですね。おかしいでしょこれ。XL がぴったり。まあ、ゆきお先生が XL 着てる感じですね。だって俺一番ちっちゃいんだよこの中で。だってさ、ひらくんのこの胸板と、ね、俺の胸板考えてるひらくんの胸板の方がすごい、一応僕と森哲が着てるのはサイズ同じです、うん、なのでゆきお先生のやつがあのワンランク上のサイズ感になっておりますね。 XL、はい、長さは確かにあるんですね。長いね。そうですね、僕ね腕あの胴が短いのすごい、はい、あ足が長いだけだ。それじゃあなんで皆さんに一番おすすめのサイズ感はやっぱり L サイズです。あの男性女性問わず、あの自分のサイズ感というよりもどっちかっていうと森田先生この感じなんだっていうのをやっぱりこうね、あの一番感じられるのが L サイズなのかなと思います。そうというようなねこともあって、はい、まああの L サイズが一番おすすめですけども、まあ L サイズをこう基本として、まあちょっとこう自分はさすがにあのちょっと身長小さめだから M にしておこうとか、あるいはあのいやちょっと自分だいぶ太めだから XL にしておこうとか、まあそんな感じでこう調整していただけたらいいと思うんですけど、まあ基本的には L サイズで、まあどの方もまあ一番こう森哲を感じられるんじゃないかなと思います。L のモノマネしてたんですか。はい、大丈夫ですよ。はい、今回ですねベースにて販売しているんですけれども、受注生産になります。期間限定です。なのでこちらご覧ください。8月1日から8月20日までになっております。まあ、この期間でこう受注してで販売受け付けまして、でまあ大体まあ概ね皆さんの元に届くのがまあ大体8月20日以降のまあ10日前後ぐらいなんじゃないだろうか。あ、そうなんだ。お住まいの地域とか、あるいはまああの皆さんからのこう受注の量とかで多少前後するかもしれないんですけれども、まあ基本的には10日前後ぐらいとのことであの工場から伺っておりますので。あ、なるほど、はい、そういうことだね。こう受けてから作るんだもんね。そうで、あのその部数をこう工場でこう受注生産して、で皆さんの手元にこう送られると。これおいくら万円なんですか。はい、
金額がですね、税込み5500円になっております。安い万円じゃなかった万円じゃなかったジャパネットやらないんだ、はあ、ジャパネットヒラー出さなきゃでしょ。皆さん、こちらのパーカーですね、あのサイドにかっこいいラインが入ってですね、でこちらの文字もとてもかっこいい、生地感もこんなにスラスラでよくてですね、なんと6000円切ってるんですよはい、はい、そうなんですね、はい、だからね、子供たちにはちょっと高いって感じるかもしれないですけどね、大人からしたら、うん、安ってなると思いますよね。はい、今回ですね、この特別な企画のね、まあ、イベントにこう合わせまして、まあ、ちょっとこう一部あの M サイズが用意されてるんですけれども、あのこちら、ちょっと視聴者プレゼントにしようかなと思います。ああそういうことね、はい、でまあ、プレゼントの条件としては単純で、まあ、この動画を、まあ、いつものごとく森てっちゃんがこうツイッターでね広めると思うんですけれども、はい、まあ、そのツイッターをリツイートしてくださった方の中から、うん、まあ、1名様森てっちゃんがこうねこうランダムに選んで、はい、でまあそこにこう送るっていう感じでねやろうかなと思います。1名なんですね、はい、そうかそうか、そもそも作ってないからね。そうそうそう、いやもっとプレゼントしろよって言われても作ってないんだよそうだ、ほら参考書企画とかも大体まあ1名様とかそうじゃないですか、はいはいはい、プレゼントとか参考書よりもはるかにいい、あの高いプレゼントですからねはい、わかりました、はい、そうですね、ぜひじゃあこれ M サイズ、うん、はい、ぜひとも、まあでも僕で結構 L サイズでこんな感じだから、まあ割と M サイズもまあそれなりにこう細身の男性、あるいはまあ164、5センチぐらいある女性とかね、うん、160センチオーバーな女性とかでもいいんじゃないかな。ちっちゃい人は着れないの？ちっちゃい人でもいいと思います。ちっちゃい人でもいいと思います。うん、それはそれで可愛らしい。二郎先生なんか大きいパーカーが好きだそうです、うん、はい、じゃあぜひそれでツイッターですね、はい、ツイッターリツイートして、はい、ツイッターをリツイートしてくれればいいということですね。まあ、引用リツイートでもいいですね。あ、もちろんもちろん、はい、なんでそんな中から1名の方にプレゼントいたしますので、ぜひともバンバンリツイートしてください。まあ、今後ね、森鉄ちゃんは森鉄イングリッシュチャンネルのねこう収録をね、もう大体これ着てやることになりますから。そうな、そう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 、そうなのか。そうです、この時期にオフィシャルパーカー8月に。そうそう、なるほど、8月に。いやでもだってこれね、着る頃にはもう9月。そう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 、あのね、ヨーロッパの名だたる高級ブランドたちは AW シーズンの服を、あ、わからないか、おしゃれじゃないからね、オータムウィンターですね。もうこれどこのブランドもそうなんですけど、基本的には夏に秋冬物のシーズンの発表をしますから、もう僕ぐらいになるとその感覚なんですよ。なるほどね、はい、あ、よくわかりました。そういう感じで出ていくと、今後は何、もっとやっぱ T シャツとかさ。そうですね、まあ1年に1回こうなんかイベント的にその T シャツとパーカーを1個ずつ発表できればいいなと思ってます。年に1回なんだ、うん、なるほど。そうそうそう、いやちょっとこれ T シャツだったら今度冬にね、春夏モデルとして、そこは僕の気分です。だから森鉄の人気次第でしょ、売れるんだったら作るけど春夏って何、 SS なの、今度 SS。 そうそうそう、 SS、そうそうそう、へえじゃないの、普通ですよ、知らない、そんな気にしたこともない。あ、はい、そういう感じね。さあそういう感じで出すということで、わかりました、はい、じゃあ今後、まあ、私とおそろで着たい方はですね、うん、ぜひご注文いただければ、はい、いいんじゃないかな。これ終わったらもう買えないの？そうですね、基本的には買えないです。ただまあ、声があれば、まあ、生産しようかなと思うんですけれども、基本的には、まあ、そのつもりでいますね。へぇ、なるほどね。という感じだそうです。ぜひ、じゃあ皆様もお手に取ってじゃないか。ぜひ、来ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. バイバイ。